ルイビルルイビルはアメリカ合衆国ケンタッキー州西部にある都市。しばしばルイスビルとも表記されるが、巣は発音しない。ケンタッキー州の商業、経済、金融及び流通の中心地で人口は160万人である。1778年に取が建設され、オハイオ川の周運と共に発展。 伝統的な産業にバーボンウイスキー醸造、バット製造があり、他に電気機器や農業機械などの機械工業が発達。また、ケンタッキーフライドチキンやピザハットなどを経営するヤムブランズ本社も置かれている。ルイビルは交通の要衝として重要な位置を占め、陸上、鉄道、海上、航空のすべてにおいて重要な地位を得ている。また、今日では、 医療分野での成長が目覚ましくなっている。競馬でも知られ、チャーチルダウンズ競馬場では、ケンタッキーダービーや、ケンタッキーオークスが毎年開催される。ルイビルはに位置している。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積 172.6km で、ある。このうち 160.9km が陸地で 11.7km が水地域である。 総面積の6.80%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口256,231人、111,414世帯、及び61,389家族が暮らしている。人口密度は 695km である。307 キロメートルの平均的な密度に12万1275件の住居が立っている。この都市の人種的構成は白人62.94%アフリカン・アメリカン33.01%先住民0.23%アジア1.45%太平洋諸島計0.04%その他の人種0.67%及び 本決1.67%である。人口の1.86%がヒスパニック、またはラテン系である。この都市内の住民は24.30%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.90%、25歳以上44歳以下が30.40%、45歳以上64歳以下が22.80%、 および65歳以上が13.50%にわたっている。中央値年齢は37歳である。女性100人ごとに対して男性は91.60人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は87.60人で。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は39,457ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は49,161ベードルである。男性は36,484ベードルに、対して女性は26,255ベードルの平均的な収入がある。この都市の一人あたりの収入は22,352ベードルである。 人口の12.40%及び家族の9.50%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の18.10%及び65歳以上の8.80%は貧困線以下の生活を送っている。ローカル日刊新聞は W. ザクーリエジャーナルである。ローカルウィークリー新聞は W. スニッチニュースウィークリー W. ルイービル エキセントリック・オブザーバーとベロシティが含まれる。ルイビルはテレビジョン及びラジオ放送局によってもサービスされている。ルイビルの主要なネットワークテレビジョン系列局はウェーブ3 WAS11、WWKPC15、WWACKY32、WWWBUKYTV34、WWDRB41 及び WWAMU58 が含まれる。 ルイビルで唯一のケーブルサービスは W インサイトである。このケーブルは標準およびプレミアムケーブル TV サービス、高速インターネットアクセスおよびデジタル電話サービスを提供している。ルイビルのラジオ放送局は広く多様な音楽および他の分野を提供している。人気のあるロック放送局のいくつかは WSFR107.7。 WQMF95.7、ワクシヌ105.9、WTFX93.1 と101.3、WLRS105.1 及び、WDJX99.7 が含まれる。アーバンコンテンポラリー放送局は、WGZB96.5、WARC101.7 及び、WARU1350 が含まれる。下103.1はオールディーズ特徴であり、 WFPK91.9 はジャズ及びアダルトオルターナティブ特徴である。カントリーミュージックは WQLL103.9 を見つけることができる。もっとクラシック的な風味を持つベル90.5はクラシック音楽放送局として高く認められている。以前、ルイビル大学によって所有及び運営されていた。ここは現在スピンオフされ、公共ラジオ放送共同事業によって 運営されている。WNPR は、総計5つのラジオ放送局を伴い、この地域内の主要な存在である。それらは、WFPL89.3、枠90.9、ベッキー91.3、WFPK91.9、および、ウイル580.0が含まれる。ベッキーの放送派は、枠がこの都市の南部および、 西部の大部分で聞くことができるのに対して、この都市の東部内だけで聞くことができる。WAS840.0 及び WGTK970.0 である、二つの主要な W、トークラジオ局もある。ルイビルには、都市の至るところに公園が点在している。122カ所の公園を合計すると54キロメートルとなる。いくつかの公園は、 ニューヨークのセントラルパークも設計したオルムズケットによって設計された。ルイビルを本拠地とするプロスポーツチームとして、ルイビルスラッカーフィールドを本拠地とするシンシナティレッズ参加のトリプル a 級マイナーリーグ野球、チームルイビル、バッツ、アメリカンフットボールチームのルイビルブルズ、OG フットボールチームのルイビルキングスがある。ルイビル大学のアメリカンフットボール、バスケットボールなど、 大学スポーツも米国有数の競合として知られる。ルイビルの主要な空港は中央に位置するルイビル国際空港である。同空港には UPS の航空貨物ハブ施設である。ワールドポートは軽飛行機が利用している。ルイビルはルイビル大学、ベラーミンユニバーシティ、スポルティングユニバーシティ、サリバン大学、並びにジェファーソンコミュニティカレッジ、 ケンタッキーコミュニティテクニカルコリッチシステムの一部、同じくサザンバプティスタティーロジェクルセミナリー及びルイービル、プレズビテリアンティーロジェクルセミナリーが設置されている。また、インディアナ大学サウスイースト校は、インディアナ州ニューオールバニー近郊のオハヨ川を越えた場所に設置されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。